高砂市立図書館は日本の兵庫県高砂市が市内に設置している公立図書館である。原本館は2016年2月14日に開館した3代目で図書館流通センターが指定管理者として運営を受託している。1954年に高砂市が成立した後、1958年2月1日に、 高砂町北本町の旧高砂町役場3階で開館した。この当時、加古郡や稲見郡の町村はもとより、加古川市や明石市も常設の公立図書館を設置しておらず、東張馬地域では高砂市が最初の図書館開設となったが、高砂市所との共用で手狭だったため百七十八年に、曽根町の兵庫県立商用高等学校旧校舎を、 転用した高砂市教育センター内へ移転した。この時期には市内の公民館八館に図書室を設置している。商用高校休校舎は歴史民族資料室他の施設と共用、かつ土足現金で元から図書館としての利用を想定していない構造だったため、利用者からは図書館専用棟の建設を求める声が多かったものの財政難から先送りが続けられた。 その間に、西隣の姫路市で新本館として、旧地図書館が、また東隣の加古川市では、総合文化センター図書館や、ウェルネスパーク図書館が、相次いで開館したこともあり、近隣の図書館に比べて、学校図書館の設備や貸し出し方式を転用した、高砂市立図書館は大きく見劣りするものとなったため、市では2009年に、教育文化施設当庁内検討委員会を、 設置して議論を進め、米田町の米田多目的広場を候補地として三代目の新図書館を建設することになった。米田の新館移転に先駆けて、DRC が指定管理者に選定され、加古川ウェルネスパーク図書館の館長を務めた大塩昌一が館長に迎えられた。三代目本館は2016年2月14日に開館し、 それまで設置していた公民館図書室は全廃され、新本館に蔵書を集約している。また、高砂市教育センター及び歴史民俗資料室は図書館の開館と同時期に阿弥陀町へ移転した。高砂市立図書館では、東張間地区図書館等連絡協議会及び張間県域連携中枢都市圏で締結された協定により、以下の市長が設置する。 公立図書館、室と相互に広域貸し出しを実施している。このほか、明石市にある兵庫県立図書館の蔵書もインターネットで予約して、カウンターで受け取りが可能である。ありがとうございます。